東神楽町は北海道上川郡にある町、町内に旭川空港がある。旭川市に隣接しており、町内には旭川空港がある。花の町として知られており、1969年に花のある職場コンクールで内閣総理大臣賞、2000年の全国花の町づくりコンクールでは最優秀賞の建設大臣賞などを受賞し、 2001年にはカナダで開催されたコミュニティーズ・イン・ブルームに日本代表として参加した。1943年にカグラ村から分村した際に母村の東側に位置したことに由来している。なお、カグラの地名はアイヌ語のヘッジウシーの異役に由来する。上川盆地にあり、石狩川支流の上流域にある緩やかな丘陵になっている。 南北約6 2トル、東西約2 1 7トルあり、北海道内の市町村では比較的面積が狭い町になっている。土地利用では町の総面積の半分以上を高地に利用している。町の東端には中別ダムがある。年平均気温は摂氏7.9度、年間降水量は 1005.5mm。1989年から始まった。 日尻の地区における宅地開発は旭川駅から約 6km というアクセスの良さなどから旭川都市圏のベッドタウンとして発展し1990年に5700人であった人口は2000年に8000人2013年には1万人と増加した平成17年国勢調査平成27年国勢調査では 北海道内第一位の人口増加率になった。東神楽町の歩み参小国の機関スポーツ施設、警察消防病院電力、水道その他中学校小学校保育園、認定子ども園幼稚園学校教育以外の施設大雪山連邦のふもとに広がる上川盆地の肥沃な土壌を生かし、北海道口で有数の米どころとして稲作を中心とした農業が、 盛んになっている。近年はグリーンアスパラやトウモロコシ、ほうれん草など野菜の栽培も行っている。商工業では旭川家具を生産している地域になっているほか、旭川空港へのアクセスが良い臨空型の工業団地、東神楽工業団地に各種企業が進出している。立地企業、組合ショッピングセンタースーパーマーケット金融機関、 郵便局周廃業務は旭川東郵便局が、担当宅配便庁内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 北海道函館本線、宗谷本線、富良野線の旭川駅、または、富良野線の千代が、岡駅、西青和駅、西神楽駅など。東神楽町は、シーニックバイウェイ、大雪、富良野ルートのエリアになっている。西 祭事町内では、グリーンアスパラ、ほうれん草、蜜葉、バイオテクノロジーを活用したイチゴなどの農産物があるほか、町内で収穫された農作物を利用したつくだや、漬物、菓子などがある。また、旭川家具の生産地であり、東神楽の家具は、土産材のキメを活かしたものが多くなっている。出身人物東神楽町民憲章私たちは、 東神楽町民であることに誇りと責任を持ち、この検証を掲げて、先人の意義を継ぎ、明るく住み良い郷土を作ることに励みましょう。昭和38年8月25日制定。ありがとうございます。